天ぷらを揚げていきます。今回はさつまいも、大葉、エビを揚げていきます。はじめに薄力粉を薄くまぶしておくと衣が剥がれにくいです。まずはさつまいもを揚げていきます。さつまいもは160度の低温で揚げます。天ぷらの衣を使って温度を確認します。下に沈んでゆっくりと上がってきます。これが160度です。入れてすぐに触ってしまうと衣が剥がれるので、しばらくそのまま置いておきます。さつまいもは 2,3 分程度で揚がります。竹串がスッと通れば揚げ上がりです。次に大葉を揚げます。同じように天ぷら粉を使って温度を確認します。大葉は中温で揚げていきます。大葉は30秒程度で揚がります。しっかり油を切ってください。次にエビを揚げていきます。同じく天ぷら粉を使って温度を確認します。エビは高温の温度で揚げていきます。エビは揚げすぎると硬くなるので、1分程度でさっと引き上げます。これが天ぷらの揚げ方です。